こんにちは、冬仏さん。こんにちは。ちょっと待てよ、40分で、何分にしたっけ、15分にしたっけ。こんにちは。やっほー、ヒロさんお腹すいたって。こんにちは皆さん、こんにちは。こんな感じ。今日の予定、ゆうとさん、こんにちは。お腹すいた。ゆずるさん、やっほー。のりさん、お腹すいたね。やっほー。やっほー。こんにちは。ふゆたさん、こんにちは。元気ですかって。元気ですよ。アイコン変わってるね、ふゆたさん。やびかちがさん、ピース。ピース、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 ピース。おはようございますって。おはようございます。ゆってぃさん、こんにちは。ね、だんだんね、今日な、朝起きたらだいぶのとましちゃった。全然まださ声ガラガラなんやけど全然なマシやったよ。マシでした。まだまだね、全然治ってないんやけど。今日は寒くて冬雪が降ってたよって。あ、なんかでも今日さ、ちょっとだけ外出た時さ、なんか雪みたいな、ほんまにちょびっと降ってたよ。福島でもほんまにちょびっとやけど、ほんまにちょびっと、分からん人分からんと思うぐらいのちょびっとで降っとった。なんか昨日も雪降りよった気がする。最近雪多いよね。マジでね、ちょっとずつマシになってきた。あ、お、んたんさんこんばんは。体調に気をつけてね。ありがとう。大丈夫だよ。今日はね、ハーフアップにしてみました。ハーフアップです。こんにちは皆さん、やっほー。兵庫県はかなり降ったよ。嘘、マジで。嘘、マジで。なんか前髪おかしい。もう前髪って難しい、ほんまに。どうしたらいいかわからないけど、前髪。やっほー、やっほー。ちょっと待ってね。はい、皆さんこんにちは。はじめまして。 ST48 第3期生オーディションエントリーナンバー69番の大石ちゃんです。徳島県出身、高校3年生18歳です。今日も配信ありがとうって。いえいえ、こちらこそ見に来てくださってありがとうございます。ありがとう、見に来てくれて。やっほー。今日はハーフアップしてます。お、キッチーさんこんにちは。48グループ箱押しさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは、ピースって誰だろう。うさぎとももとキラキラなやつの方。ラストスパート頑張って絶対夢叶えてねって。ありがとうございます、頑張ります。もうもちろんもちろん、気持ちでは全然ね、そうするから。
28番ちゃんが69番のこと注目してるらしいので見学してみました。うそマジでこんな声やけど、69番ちゃん注目してるって、ありがとう、嬉しいめっちゃ嬉しい、そういう情報ないけんさ、嬉しい。28番さんって羊ちゃんだったっけ、嬉しい。おしちゃん現在 JK やで、ラスト JK LJK してます学校今仮卒中やけん行ってないけど、おしちゃんこんにちは、とべきちゃん、おし羊ちゃんそうって、わあ嬉しい、ありがとうって、ありがとうって言っててくださいありがとうございます、嬉しい。いやあざといを学ぶために28番さんのとこ行ったことあるんですよあざといを学ぶためにというかっていうか、なんかすごいマジで喉におじさん買ってるんですけど、あのマジでこんな声じゃないのですいません。ホラスさんこんにちは、やっほー、嬉しいなマジで嬉しいシンプルに嬉しいかもしれん、こんにちはって、ミミフィーさんこんにちは、嬉しい。あざといも学べました、ほらでは喉がいい時また来ますねって、嬉しい、ありがとう。あざとい学べた、いや学べたっていうか、えでも同い年なんですよね、同い年ですよね、18歳同い年やと思う、え1個上なんかな、分からんけど同い年だと思う、18歳って書いてた、え1個上説ある、1個上なんかな、分からんけど、あすーさんやっほー、お腹すいた、ありがとう。先輩方の部屋何回か入ったんですけど可愛い方ばかりですねって、先輩そう、メンバーさんかな、可愛い人ばっかりですよね、もう自分の推しは本当に高尾さやかさんがすごく好き、本田さん同い年やと思うですよね、やばい同い年に見えんの大人っぽすぎて嬉しいな、嬉しい、え結構普通に嬉しい嬉しい徳島和さん、やっほー、全然もうこんななんかすっごいさゆるゆるな配信みたいな感じになってるけん、徳島の和さん、やっほー、キグヤさんこんにちは、超ゆるゆるな配信なんですけどそう、今日は何か食べるの、食べない今日食べる予定はねないよ、ないね、ないですね、今日ご飯を食べる、ご飯食べんかもしれん、今日はもうご飯食べないかな、注射とかしてみて、いやなんかな、この髪型でカチューシャってなんかちょっとおかしい、バイトって、うん今日はねレッスンなの、高尾さんチェックしてみます、チェックしてみて、高尾さやかさんめっちゃ可愛いから、可愛いキャラとか言って可愛いから今日はレッスンなんですよね、こんにちはって、こんにちはともあきさん、なんかさ昨日からめっちゃ風強くない、風の音すっごいんやけど、風強くない徳島県風が強いよ、風強すぎ、風強いよな、こんにちはともあきさん、風が冷たかったって、カチューシャ最高に似合うかな、なんかこの髪型似合わん気がしてる、こんにちはこんにちは、やっほー、なんか今日はあんまりだな美女が、やっほー韓国の方こんにちは、でもねほんまにさ、あの結構見に行くので、 STU さんの方とかメンバーさんとか、ショールーム、このショールームしだしてマジ結構いろんな人のやつ見に行ってる、声なんとかやん、なんだ声なんとかやん、なんだなんだ、
NG ワードになってる。ちょっと今日さあと30分しかできんのやけど、これどうした？これ風邪気味だよ。あのアレルギーで鼻壊して喉壊したけ。ピースピース直樹さん、キッチーさん、何やにサヤンいい子だよねって、いい子だよね。うちサヤンさんの声好き。ガラ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 だろ。これでおじさん、ん？これでおじさん声なら私はどうするんだ。声低いんですか？もう喉におじさん飼ってるから今。ショールームってほんまに世界が広がりますねって。そうですね。もうなんかまさか自分がこんなショールームをさ見る側からする側になるとか思わんかったよね、マジで。小学校5年生の時の自分に言ってあげたい。メフィーさん118ってありがとう。なんかカウントかな。こんにちは、久しぶりに見れた。直樹さんお久しぶりです。ありがとう、忙しいのに。忙しかったんですかね。ありがとう、忙しい中本当に見に来てくださってる方ありがとう。めっちゃ見てる歴長いやんって。いやほん結構見てたよ、ほんまに。今日も見てたよ。まあそんななんかがっつりもうめっちゃ見るってほどじゃないけど、でもやっぱり推しの方とかがさあのショールーム配信してたらちょこっと見に行くとか、その枠全部を全部見よったりとかではなかったけど、ちょこちょこ見てたね。こんにちは、こんにちは、こんにちは、やっほー。ほなけど使っとったけどさ、ショールームの使い方がいまいちわからん。わからんくて、カウントとかマジでわからんの。自分星投げしかしたことないけんさ、星投げしかわからん。小5ってつい最近の話でしょ。違うよ、もうでもだって何年前だろ。10、え、小5やろ、11やけん7年前とかよ。7年前よ。だって人生18年起きとって7年やけん、まあ、ほぼ半分。まだか半分は。ていうかワンちゃん小5より前に見とったかも。 AKB 好きなんは小学2年生からやけん、もっと前に見とったかもしれん。ショールーム見出した時はちょっと忘れたけど、星だけ最近覚えたって。そう、可愛い子探しのために出ますって。出ないでください。出ないでください。マジムリ学園とか見てた。見てた見てた。え、マジムリ学園、マジスカ学園見てたよ。マジスカ学園 1,2,3,4,5 って見てる。あのキャバクラ、キャバクラ、キャバクラっていう、キャバクラだったっけ、あれも見てたよ。あとなんかレスリング、レスラー、プロレスのやつも見てた。48グループは誰推しだったの。48グループは、大島優子さんから入って、島崎遥香さん、山本さやかさんって感じかな。ちゃんとファンじゃん、ちゃんとファンです。マジで見てたよ。だけどソルトめっちゃ好きやった。めっちゃ強いなソルト。ちゃんとそう、キャバスカ、そうキャバスカ学園か。そう、すっごい好きやって、宮脇さくらさんとかも好きやった。そう、すごい子さんだねって、イエーイ。なんか マジスカ学園ゼロみたいなのも悪くない。 HKT さんがしようやつかな。あるよね、あるレジェンドですね。ありがとうございます。いやマジスカめっちゃ好きやって、ほんまにめっちゃ好きでしたね。サンガパレルさん主演やと思うんですけど、めっちゃ好きやった。 4がさくらさんか、45ってさくらさんやけど、死んじゃうしね、5とかめっちゃ。わ、ありがとうございます、山彦八号さん。バラ。ありがとう。結構ね、子さんですよ。子さんなんかな、子さんって言っていいんか分からんけど、子さんかも。だいぶ小学校から見とるけん、結構前ですね。マジスカ、マジスカ、あとはなんだろうな、あとなんだろう。だってでも自分が初めて見たのが、え、でもあれあれあれ、何やったっけ、 AK ビンゴも多分ほぼ全部見てると思う。ガチね、結構子さん、
AKB ビンゴも全部見てると思う。ほぼあのハンバーガーのやつとか好きやった。握手会も行ってたの。握手会ね行けてないんだよ。なんか高校生になってさ、自分でなんかバイトして貯めて行こうって思っとったんやけど、まさかのコロナになって握手会なくなったしみたいな。なんかライブもさ一時なかったりしよったで、ほだけなんかもうなんか行けんくて。そう、中学校の時にもう高校生になったら自分でバイト貯めて握手会とか行こうと思ってたけど、まさかのコロナになったけん行けてないですね。わっ、道明寺さんありがとうございます。ハート。コロナが憎いね。いや本当にね。キヨ兄さんこんにちは。握手会は出る側スタートしてもろて。そうやな、出る側でスタートするわ。まだしたことないけんさ、握手会出る側で、出る側がねえな。まず一発目出るからで行きたいですね行きたいな。喉の調子はいかが。あのもう聞いてもらって分かる通りもうこんな感じですこんな感じです。え、でもね、全然朝起きた方、朝起きてマシだった、昨日より。昨日、おとついがもう、ほんまにしんどかったけん。そう、今日起きて、まだ全然喉痛くなかったけん。あ、全然まだ声がらからやけど、まだいける。あ、リミットさん、ヤッホー、久しぶりです。お疲れ様ですって。これから少しずつ以前に戻りつつあるねって。そうですね、最終日にカラオケできるように頑張ります。結構みんなまた歌ってって言ってくれる方がね結構いるので、そうまたちょっと歌えるようにね喉直していけたらいいなって思ってます。てか直す、最終日までには歌いたい。うわーマジで歌いたいな。声出しとか握手会とか、声出しとか握手会、声出しな。うちさコンサートは行ったことあるんですけど、コンサートはさ普通にちょっとさなんか、ま、声出していい時な、まだコロナ前な、コロナ前なんやけど、声とかな出すの恥ずかしくてな出せんかった小学校5年生の時とか。なんて書いてんだろう、南天のど飴ってやつが最強やで。えー、そうなんや。あーちみつ金柑のど飴と思ってた。前はな、蜂蜜金柑のど飴食べてて、今は普通の金柑のど飴食べてる。温かいもの飲んでねって、ありがとう。いや、体を冷やす。でもなんか体調とかは、マッチで元気なんよ。ただただ声が枯れと、だけ、マジで。あと鼻、もう花粉症ですね、ほんまに。先週の花粉症でやられて、ほっから喉が、もうオーマイガーなことになってしまって、でも体調だけはもうめちゃくちゃ元気、マジで元気。だるさとかも一切ない一切ないです。スノーさんこんにちは、やっほー。一切ないのね、わら若いなどういうこと、どういうこと、一切ないっていう言葉が何やったっけ。え、一切ないって、一切ないってあれですよね、流行ったよね、流行ったよね。花粉症かなかなか逃れないもんね。そうなんよ、もう朝起きた瞬間に花粉症だった。その時もう水曜日かな、先週の水曜日ぐらい多分花粉多かったんやけど、マジで朝起きた瞬間鼻痛くて、もう鼻痛みたいな、え、なんこれと思って、絶対花粉やんと思って、今日あったかいしとか思いながら、なんかおったら周りの人もなんか今日花粉飛んどるなみたいな言ったけん、あーもうやっぱ花粉かと思って、そしたらなんか、まあ、鼻きて、まあ、喉壊れてみたいな。流行ったよね、流行ったよな。え、流行語大賞入ったっけ、入ってないか、それはさすがに入ってなかったっけ。乾杯の時とかにね、こっち結構 YouTube も見るからいろんなね方見るので好きですね。 STU さん一回あれですよね、会ってたよね。
YouTube 結構見ます。いろんな方のメイクとか見んかもしれん。でもあんまり逆に女子やけどさ、メイクとか見んかも。あでもうん、メイクとか見んかもしれん。踊ってみたとか結構見るね。なんか AKB のメンバーさんがさ、あの卒業してからまあ YouTube したり、まあ、現役の方でもしとったりするけど、踊ってみたとかは結構見ます。見ちゃう。星集めの旅から帰還した、ありがとう。あ、二流さんヤッホー、ありがとう。学校ではやっぱり YouTube の話題、え、もう YouTube のほぼ、え、ほぼ YouTube の話題とかじゃないんかな。え、フォローはないけど全然あるよ。昨日もあの友達と会っと、ん、昨日だったっけ、あれ今日の曜日、あ、おとついか、おとついもね友達と会っとったけど YouTube の話した、 YouTuber さんの話した。なんか誰と誰と誰誰付き合っとったよねみたいな。ピースって、マナが一番さん、ピースめっちゃ可愛い、ありがとう。ぜひぜひ押してください。TikTok、 TikTok、 TikTok、 いろんな沼があるけどネットも楽しすぎて沼やねって。そうね、でもネットはハマりすぎたらなんかやばい気がする。まあハマるけどさ、まあでもやっぱり直接会って話すのが一番大事、ネットで会話するより。50フル完了、ありがとう皆さん、ありがとう。ヒロさんありがとう、コメントやフォロー、推薦コメントもぜひ、ありがとうございます。ヒロさん広報部長ありがとう。自分もねやっぱり YouTube 一番見ちゃうんやけど、結構インスタとかはな、このショールームしだしてからちょっとあんまり開いてない。いいこと言うわって、ほんまにみんなネットばかりじゃなくてね、直接なんか面と向かってさ人とコミュニケーション取ること大事だと。じゃないとな、日本語喋れんくなるよ。日本語喋れんくなっちゃうよ。うちほんだけ LINE あんまり好きじゃないかも。 LINE があんまり得意じゃない。なんか文章を考えるのちょっと無理かも。だけん電話とかそっち派やな。これかあのちゃんと会うか、友達欲しいタイプやな。友達と欲しい、友達に欲しいタイプってこと。嬉しい、ありがとう。赤さんこんにちは、こんにちは。コナンさんこんにちは、ヤッホーみんな。あと10分15分ぐらいやけど。友達に欲しいタイプ嬉しい、褒め言葉や。友達に欲しいタイプで会っとるんかな。どうしよう、それじゃなかった。ほなけん結構な、来てって言われたらな、結構自分ふっかるやけん。マジでフットワーク軽いけん、なんか来てって言われたら行っちゃうな。友達のとこ電話何々伝わる、どういうこと、どういうこと。やばい、いっぱい星になってる。お星ちゃん友達におったら楽しそうだ。こうもう全然楽しませるよ。全然楽しませますよ、任せて。任せて。結構ね全然呼ばれたら駆けつけるしって感じやな。フットワーク軽いんですよ。来いって言われたら行っちゃう。めっちゃ喋れるよね。嘘、ほんまに喋れんよ。喋る苦手、喋る苦手よ。みんながコメントしてくれてるけん喋れてる。なんか臨時収入あったんやけど、お星ちゃんに見つけってことかな。え、よかったじゃん。そんなそんな、貯金しときな、貯金しときなって。貯金しときな、もしなんかがあった時のために貯金しとってください。候補生巡りしてたら可愛い子多くて困る、お星ちゃん目が可愛い、ありがとう。目が可愛い、まあぜひぜひ、まあたくさんたくさん可愛い子多くて困ってるでしょうけど、お星ちゃん押してください。冬田さん
やっほー、苦手は嘘やろって、ほんまよほんまよほんまガチガチガチのガチ、マジで人見知りな画面やけん喋れてるけど、まだ全然星になるのがよくわからん、ごめんなさいって。全然大丈夫、 NG ワード、皆さん結構苦労してるけん。ゆずかすじいさんこんばんは、やっほー、かわいい、ありがとう。なおきさん50カウントしてありがとう。あい21さんこんにちは。おうしちゃんは聞き上手よねって、そう、ほんまにありがとう、嬉しい、ピースって。みそかつじいさん圧倒的ナンバーワンですって、ありがとう。みよみよさんこんにちは、やっほー、来てくれてありがとう。あ、じゅんぼうさん、やっほー、お腹すいたねって、お腹すいたよね、こっちももうお腹すいてる。ひろさん、バラありがとう、ありがとうございます。バラ、ひろさんありがとう。握手会再開したら緊張しきってるお星ちゃん、茶化しに行っていい？えやめてよ、やめてくださいでもマジで人見知りしとる、緊張っていうよりかも人見知りしとるかもしれん、どうしようみたいな。頑張るけど、いや、もしメンバーになって握手会できるってなったら頑張るけど、まあ汗汗ってなってるかも汗汗ってしとるけん、まあ、でも茶化しに来てくれた方が確かに緊張ほぐれるかも73番ちゃんがおうしちゃん可愛いって言ってたよ、嘘、嬉しい嬉しい嬉しいな、嬉しい、そういうのすごい聞けるの嬉しいです、ありがとうございますおうしちゃん可愛いって言ってた、嬉しいな、嬉しい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 、緊張しとるやんだけ言いに行こうかな、おーおーおー、緊張しとるやんって言われて終わる握手せずに去っていくもう緊張しとるやんって言ったらしてないよっていう合格はいつわかるの、合格はね、だから正式な合格は分からんけど、でもそんな遠くないんじゃない、分からんけど、分からん、それはねマジで候補生に聞いてもな多分分からんのよ、ごめんな。ふん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 すごい嬉しいな、マジでなんか別のルームで自分のこと言われてたらちょっと嬉しいみんな注目しとるんやな、お星ちゃん、いや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 、めっそうもないめっそうもない使い方合ってるんかな、分からんけどいや嬉しいですね、でも注目されとるんっていいことよな、嬉しい、すごい、みんな多分見に来てくれてるってことやろ。でもさ、なんかノーネームみたいな通知がさ来とったらさ、あ、他の受験生なんやなって思うんやけど、マジでなちょこちょこノーネームっていうあれ入るけんさ嬉しい。合格楽しみに待ってます、待っててね、待っててください、ほんまに、わあ、自分もこっちに行けるように頑張る、待っとってほしい、待っとってほしい、待っとってほしいじゃない、うん、ま、ありがとう、ありがとうって感じ、ほんまにほんまにいっぱい待たせてる方にはほんまにいっぱい待たせてるけん、マジで、あの次こそはって感じ、ほんまにマジで次こそはって感じなんやけどはい、もう皆さん喉がね終わってるんですよね、こんな声で申し訳ない、なるほどなって、なるほどな、なんのだろう嬉しいな、マジで他の候補生から自分の話題が出るって嬉しいな嬉しい、すごく嬉しい。でもやっぱりみんな見に来てるんやな、いろんな人のやつ、まあちょこちょこ来るもんだ、こっちもねちょこちょこね見に行くんやけど、他のショールームに
持ちすぎて麺が伸びきってしまいました。え、どういうこと？何を待ってたんですか？麺伸びちゃった。でも麺伸びた方が量増えるけんいいんじゃない？メンバーになってサイアンと会ったらどんな気持ちになるかな。へえー、かわいいってなる。へえー、かわいいってなるよ。すごい本物やって。いやでもほんのなんか多分ほんのなんかな、喋れんと思う。みたいな。やばい、かわいい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 。でもファンと一緒、ファンのみんなと一緒。やばい、かわいい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 みたいな。やばいやばいやばいってなってる。内心でなってると思う。サヤン想像してる3倍全てが小さいよ。マジですごいな。でも小さいですもんね。サヤンさんって身長何倍でしたっけ。やばい、よいしょ。ドゥルンドゥルンドゥルン、よいしょよいしょ。あ、ひろえもんさん、やっほー、放送ってなるよ。でも放送そうよ、放送そう、放送そう。もうなんかね、もうほんって感じ。ほんちゃったよ、つぶれちゃったほんって感じ。また後で。おー、ありがとう。ありがとうありがとう。あ、ひろえもんさん仕事かな、昨日仕事って言ってる。ありがとうございます。971人の方ありがとう。サーヤほんま若く見えてめっちゃかわいい。めっちゃ若く見える、マジで若く見える。自分より6歳上って考えない、マジでほんまに。マジでこっち最初見た時な、ほんまに最初見た時にマジで2つ、ワンちゃん1つ上、1つ2つ、まあ最高3つ上ぐらいかなみたいな思っとったんですけど、まさかの6個も上でびっくりして、えみたいな、えと思って、まさかそんなお姉さんだったとは。びっくりしちゃった。ほんまに寂しくなるって、ごめんね。あとちょっとよほんまに。え、今日何日だっけ。今日 15?今日15やったらみんなあと3日、あと3日、16、17、18、今日入れんかったらあと3日、今日入れたあと4日、今日15、日に近く増してた。はい、また来たって。のぶさん、やっほー、ありがとう、また来てくれて嬉しいです。あとね、4日らしい。歌声早く聞きたいな。ちょっと待ってね。あと4日で治るかな。治らんかったらごめんな。もしかしたらね、治らないかもしれないんですけど、まあ、最終日に歌ってって言われたので、最終日に、あ、歌えたら歌ってって言われたけん、最終日に歌おうかなって思ってます。声が治ったら、このガラガラ声さえ治れば、入りたいじゃない。違う、あの歌いたい。11時34分、あと1分であれします、こうランキング、あとね1分2分でランキングを発表していくよ。配信終了しても絶対再開してよ、絶対再開してよ。合格したらね、みんな来て。長いと思ったけど、あともう少し早いねって。そう、長いようで早いよね、長いようで早いようで長いようで早いよね。あ、韓国の方なんて書いてるんだろう。アニハセヨー。アニハセヨーしか言えん、ごめん、アニハセヨーしか言えないわ。合格したらぼちぼち遊びに来るねって、わら。まあがっつり遊びに来てくれてもいいやで。あ、フォローしてくれた、ありがとう。がっつり遊びに来てくれてもいいよね。待ってるわ。みんな待ってる、合格したら来てくれるの。ランキング変わるかな、そろそろ変わるかな。わー。
それは羊ちゃんにやられる、わらやられる。すごい、全然羊さんとキャラ全然違うんやけど、見てくれて嬉しいですね。今年はいろんなとこに行くのが吉って言われたけん、広島行く予定、ちょうだいな、任せろ任せろ世界の星ちゃんになってね、世界の星ちゃんになるか、なるわ、瀬戸内のお星ちゃんになってから、まあ徐々に徐々に頑張る頑張ります。よし、そろぼち、おしちゃんこんにちは、今日もかわいい、ありがとう、かりさん。そろぼちランキングをね、読んでいきたいと思う。いくよ、はい、10、あ、変わった、ちょうどいくよ、いけるかな、これセーフ、間に合った、フレッシュミアリーさんやほーありがとう。はい、13位メミフィーさん、ありがとうございます。12位ナオキさん、ありがとうございます。11位リョタさん、ありがとうございます。10位ベキちゃん、ありがとうございます。9位326さん、ありがとうございます。8位韓国の方、ありがとうございます。7位スノーさん、ありがとうございます。6位 TM さん、ありがとうございます。5位キグヤさん、ありがとうございます。4位マユヒナさん、ありがとうございます。3位ヤマミコ8号さん、ありがとうございます。2位ニリュウさん、ありがとうございます。1位ヒロさん、ありがとうございます。おめでとう。今道の駅いたのにいますやで、おおみんな今道の駅いたのにいたらカリさんいるらしい。私の ID は頭からつま先まで愛おしいです、日本語でですね。あ、そうなん、なんて読んだらいい、韓国の方、はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとう、本田さんお疲れ様、意外とコメントしてもうた、わら全然 OK、 また遊びに来て。これがバラの力韓国の方応援嬉しいですね、嬉しい嬉しいよ。初見ですって、キサラさん、ありがとう。おうおう、ありがとう。いくよ、はい、ヒロさん1位おめでとうございます。こんにちはって、ヤッホーキサラさん、はじめましてありがとうございます、フォローもしていただき。ヒロノリさん、ヤッホー、37、うん、ヒロさんありがとうございます、星パチパチパチってパチ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 、1位ヒロさんおめでとうございます。うん、終わりって、キングたいやきさん、やっほー、終わっちゃうんです。次ね、8時15分ぐらいからね、多少 前後するかもしれないんですけど、するので皆さん来てください。フォローと推薦コメントお願いします。皆さんフォローと推薦コメントと、こちらハッシュタグ瀬戸内にお星様と、ハッシュタグ ST48 第3期生オーディションで全部見に行ってますので、よろしければ書いてみてください。50カウントお届け、ありがとう、ありがとうございます。またねって、ありがとう、了解、またね、ありがとう、また8時15分から帰ってきてするので、ぜひ見に来てください、待ってるよって。またの、今日まだあるんやね、嬉しい、まだあるよ、今日まだあります、バイバイ、フォローしておくね、ありがとう、ありがとう、またぜひ8時15分台から見に来てください。ちょっと何をするかとかはあんまり考えてないんですけど、はい、します、バイバーイありがとうございました。